火災市、山伏峠石管仏、長持ち型石管を用いた4本の突き出た縄掛け突起が特徴、鎌倉時代火災市、玉の石仏阿弥陀を掘った典型的な石管仏。家型石管の蓋を使用、鎌倉時代加古川市、換気地蔵堂の石管仏。石管の実の部分を使用、右は南北朝時代、左は室町時代加古川市、 長楽寺の石棺仏上2体が阿弥陀、下3体が地蔵、一番下左は逆襲者格用者、南北朝時代姫路市、福縁寺の不動産蔵石仏珍しい、不動明王の石棺仏、室町時代石棺仏とは古墳から出土した石棺に仏像やその仏像を表す盆地を刻んだ石仏。石棺仏のほとんどは近畿地方に分布し、 その9割以上は、兵庫県張間地方、中でも加古川流域を中心に、加西市、加古川市と、その周辺都市に集中している。しかし、藤原時代等の古いものは、大阪や奈良に参見することができる。刻まれた仏像のほとんどが、阿弥陀如来と、地蔵菩薩であることから、浄土宗や浄土真宗の造形であることがわかる。 主に阿弥陀如来新井瀬を地蔵菩薩は現世を記念している。針馬地方の石棺物の多くが鎌倉時代、室町時代のもので、針馬地方の浄土新宗の広がりとともに民衆が新田開発や洞窟、自然災害等で出土した石棺を信仰の対象や墓碑としたものである。また厳密には石棺物とは呼ばないが、 石棺の蓋などを何も掘らずに立てかけて信仰の対象にしている場合もあり、石棺物とは石棺材に特別な霊力を認めての造形であろうと考えられる。これらは日本の古墳時代と中世の二つの息吹を同時に感じることができる貴重な石像遺産である。石棺物には長持ち型石棺、家型石棺、組み合わせ式石棺などが使われる。 各石棺の蓋や側板、底板、石を掘ってくり抜いた石棺の覆う部分の底にフッツが掘られることもある。そのほとんどが阿弥陀や地蔵であるが、ごく稀に、弥勒菩薩や大日如来、武運長久を願ってか、美写門帝や不動明王などが掘られることもある。また主に、加古川市の石棺物に多い形式であるが、石棺材に仏像単体ではなく、 小さなフッツを6体や8体など複数体掘られている場合も存在する。その中には、摂取や供養者と思われる人物像が掘られることも多い。摂取が刻まれる場合は、逆手といって、自らの生前供養の意味があり、当時、逆手には死後供養よりも7倍の区独があると信じられ、必ずしも摂取の像が刻まれない場合も含め、逆手として作られた石棺物は、 数多い。時代別、彫刻様式の大まかな傾向としては、鎌倉時代の石棺物は、写実的なものが多いのに対し、室町時代にかけては、大胆に抽象化された石棺物も見受けられる。盆字のみが刻まれる石棺物の多くは、阿弥陀如来が刻まれたり、さらに関税音菩薩、静子菩薩の2文字を彫って、阿弥陀三尊を表しているものがほとんどで、 石管を利用しているが単に、痛みと称されることが多い。ありがとうございます。